来ちゃったの。だから見つからないうちに乗って、俺の家に行こう。いろいろ揃ったから見せてやる。到着。そう、ここ秘密基地とも言う。ああ、ダイナーって読むんだ。アメリカの食堂のことをそういうらしい。平気、もう何年も募集中のままだし。ほら早く。ちゃんと水道も電気も来てる。ガスは止まってるけど、カセットコンロ使ってる。洗濯機がないけどね。そのうちどっかで拾ってくる予定。え？ああ、それは秘密。ベッドルームもあるよ。こっち。ベッドルームって言ったろ？古いからギシギシうるさいけど。コウの部屋だけど今は留守。留守中に上がるとあいつ切れるから。次はこっち。ほら。今日は泣いてるな。いい眺めだろ？気に入った？よし、じゃあここに住んじゃえよ。親はってことなら町の方にいる。俺があそこにいるとさ、こうは自由になれない。結局またついてきちゃったけどね。ああ見えて寂しがり屋だから、そろそろ送ってくよ。